は仮面女子のロックの萌え姫こと月の萌です。本日は東京ビッグサイトで開催されていますじゃんイノベーションジャパン2016にやってまいりました。めちゃくちゃ広いのでここからね素敵な大学さん見つけて突撃しさいかーゴーゴー。私の声になったの、はい、になります。あのサンプルから引き出してたんですか。はい、はい、あらゆる現実を全て自分の方へねじ曲げたのだ。変換したのがこちらです。本当だ、私すごい似合ってる、すごい。ありがとうございます。すごい。仮面女子の月野モアです。ロックな萌え姫、特技はベーシスト。仮面女子愛は毎日ライブをやってます。仮面女子の月野モアです。ロックな萌え姫、特技はベーシスト。仮面女子月野モアです。すごい。オノマトペ。オノマトペ。オノマトペ。ふわふわとか、つるつるとか、はい、あとキラキラとか、それにオノマトペっていうんですね。はい、で、オノマトペを入れると、何でもこう、例えば明るさだとどのぐらいとか、柔らかい感じで女性的ですよとかっていうふうに、あの数値化できる。すごい。名前でもいけるので、もしよかったら、ね、え私の名前のイメージのカラーと印象が出る。はいはいはい、時々。おお、緑。今日のお洋服にぴったりじゃないですか。確かに。本当か。あれがビューンと言ってゴーンとなってガーンとなってもうキラキラだったのって言ったのが具体的にこれを使うことで分かる。分かる。何を言ってるか。もうオノマトペだけでコミュニケーションができちゃう。女子には嬉しい。すごいですね。もうここから香りが出てるような感じがする。いや、嘘だよ嘘だよ、そういうの私何度もあったよ。そう、ね、匂いが擦れば出るとかって本当にすごいガーリックフランスの匂いもめっちゃガーリックの匂いする。3、2、1ショータイム、いけーって言いましょう。待って、私全然わかんない。自分ちなみに、大塚愛さんの、大塚愛さんの PV でこれが使われてる、そうです。なんで、あの、大塚愛声狙いましょう。やばい、それはやばい。このスタンドだけのやつがあるんで9個使って、バーって文字出してくれ。ライバル、ロボットレストランのトレーラーかこれかですか。あ、そうなんですね。ロボットレストランライバルなんそう、か、大塚愛かめちゃくちゃレベル高い目は口ほどに物を言う目がね、メガネで、はい、あの目から意思を表示できるようなツールがあったら面白いなと思ってこんなもの作りました。なるほど、びっくりマーク。ハートですか、もしかして。おお、すごい。一応我々が行っているものとして一応物を掴む際に何らかの理由で滑ることがあるんですよ。摩擦や滑りをこう検出することによって磁力をフィードバックさせることによって、このロボットハンドに今後活かせるのではないかということを現在研究してまして。いえ、まあそれも一つなんですが、目的としてはこの滑りを指先をこう滑り出す瞬間の局所滑り現象っていうのがありまして、この後に波磁力とかを検出してフィードバックさせて制御できればっていう、これは滑りを検知してるってことです。なるほど。滑ってる感じ分かりますか。滑り出しに対して。おお、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、滑りに関してはいめちゃ研究してらっしゃる。あ、ありがとうございます。はい、ということでイノベーションジャパン2016満喫してきました。いやね、大学の研究でここまで発達してると私もう信じられないぐらい感動する場面が多々あって、仮面女子もねこういう最先端の技術と一緒に国民的地下アイドルに一歩ずつ近づけられたらいいなと思います。ということでここを帰ります。いやー、私も勉強したくなったよ。勉強